はい、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 皆さんどうぞ。寒くなっちゃった。さっき水かけだから。はい、前の方に。はい、皆さん上がって最後ですよ。はい、全員上がってください。拍手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 よっ、ね、あ、危ない危ない。危ないから。松尾さん、松尾さんでも何か食べたりする。食べながらどうぞ前の方に来てください。あの、ここまで、ここまでです、はい、あ、全員来てます、全員。懐かしい。懐かしい。松尾何食べてるこれ。え、腹減ったの。何も食べてないんだよね、もうね。ちょうどね、夕飯時ですね。揃いました。はい、はい、揃いました。はい、そのさ、一年通しての総括をお願いいたします。あの、先ほども向こうの表彰ステージでも行いましたけれども、本当にこれが、まあ、今年最後。あれ、でもまた最後の方いるのかな。大丈夫、もう、あの、言っといた方がいい。時田さん大丈夫なんだよね。大丈夫だよね。ウーさん、今日ので金変わってやる気になったんだよね。言ってないよ。言ってないんだ。あ、そっか。そうだよね、そうだよね、全員まだやるというところでですね、この2016年のシリーズは全て終わりましたけれども、いつもまあこのメンバー、もうね、もうずっといるメンバーもいれば新しい人たちもいりますけども、どん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  D1 グランプリが変わっていって、2016年も盛り上げてくれた選手、今一度まずは大きな拍手をお願いいたします。そしてお疲れ様でした。そしていつもこうやって盛り上げてくれているファンの方々に、はい、皆さんが拍手。ね、本当にどうもありがとうございました。これで2016年は本当に終了ということになります。多分来年走るのを見れるのは東京オキソロン時ということになると思いますけれどもね、はい、それ以降のまた来年2017年度の D1 グランプリシリーズ、どういう戦いになるか分かりませんけれども、またすごい戦いの連続、そして新たなドライバーが誕生ということになるかもしれません。新しいマシンが出てくるかもしれません。そんな時をずっとまだ待って、またぜひ生でこういった会場に見に来ていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、よく喋るよ。あなたもさ、ほら、スターターレポーターとか来年ずっと1年やんなきゃいけないんで、喋るのをもうちょっとね。レポーター卒業です。もう引退です。ならないと思います。誰だっけな、レポーターやってほしいと思う方、拍手。やってんじゃないっすよ。やめろ。いや、若いやつにね、若いやつにちょっと教えようかなと思って今日呼んだんですよ。若いやつはこれから伸びるやつですから、それは取っといてください。ダメですよ。そしたら拒否された。もう、あの背が止まってる人にしてください。もう本当に頼みますよ。もう危ないよ、危ないよ、そこもそこも危ないよ。野村さん、本当にその辺もみんなね。はい、というところで大丈夫ですか。何か、あの、代表、はい、一言、はい、あ、谷さん、何、もう今緊急車、緊急車一応じゃあまた閉めてくださいよ。はい、じゃあ、本当にありがとうございました。はい、1年間、ね、本当先ほども言いましたけど、今日もちましてね、D1 グランプリシリーズ全て、日程が終了しました。いろいろとね、活動した中で本当、皆さんにね、支えていただいて、僕らイベントもね、できていると思ってます。非常に、選手みんながね、お客さん一人ずつに、感謝の気持ちを持って、活動して、またそれがね、皆さんに楽しんでもらえたらいいなという気持ちで常に、動いてきましたんで、またね、来年も、この選手、また今日いなかったね、24代以外のね、選手もたくさんいますんで、またぜひ、まあ、現場というかサーキットに来てね、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に一年よくまとめていただきました。本当にこれが最後になります。ちょっとだけ間違いがありました。 D1 グランプリ全て終わりということを言いましたけれども、実はまだあったんです。あとね、4戦残されているところがあって、中国があって、まだね、北京での戦いが残されているんで、ぜひ皆さん北京の方お越しください。シリーズチャンピオンを狙っている方がおります。では今トップは斉藤大吾なんです。これもね、これあと4戦残されている北京の戦い、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。北京でしょ。はい、では会場がですね、はい、18時で完全クローズとなっております。終わりなの。もう帰るってこと。はい、じゃあ皆さん、何だか分からないけど、バンザイ最初に行きましょう。バンザイ、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 ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。
り惜しいですけど、また来年お会いしましょう。はい、本当にどうもありがとうございました。あの、真面目に6時に締められちゃうんです。そうなんです、本当に。本当に。きっちり締められちゃうんです。本当に締められちゃう。マジで、本当にあれよ。そう。早い。いや、だから本当に本気で、本気で返してくれって言われました。もう。早い、早い。はい、どうもありがとうございました。本当に皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。